今回は私忍太郎が更新をできなかった理由とお休みをいただいていた背景をご報告いたします。よろしくお願いいたします。8月より令和新選組凱旋研究所の更新をお休みしていて申し訳ございません。少しずつ前向きになってきましたが、まだまだ家庭の問題という人生で今まで味わったことのないストレスを抱えており、その家庭の問題というのは私の離婚問題です。子供を授からず11年間連れ添えましたが、2人のお金もどんどん貯まっていき、財産分与でお互い十分な生活資金を分与できる状況になった状態にあり、その中でやりたいことがたくさんある妻は東京に行きたいと切り出しました。お互いの人生や幸せを考えると、自分に忠実に今やりたいことをやることが大事だという結論に至り、夫婦の間に子供もいない身軽さから、妻は一人暮らしてみたかった東京に行くことを決めました。夫婦でお互い頑張ってきたので、将来のためのお金は築けたけど、私自身は働いてばかりで本当に大切な夫婦関係の部分を築けず、普段から好きと言えなかったこと、愛していると言えなかったことが心残りでした。そして人生でお金より大切なものは人間関係を構築することだと感じました。先日山本 GPT を見る機会があり、山本太郎さんが辛い時の考え方をおっしゃっていて、人生において苦しい地点は一瞬で、その一瞬の苦しみを人生の全てだと思うのはもったいない。人生に楽しいことはたくさんあるとおっしゃっていて、毎日泣いていたけど一度きりの人生、働いてばかりの人生だったけど、人生に後悔しないように働くことはやめないけれど、少しずつ自分のやりたいことに目を向けながら自分の心に忠実に生きたいし、辛い気持ちを乗り越えようという気持ちになりました。そして不屈にならず、人の目を気にせず自分の人生を自分らしく生きるために、また第二の人生を頑張っていこうと思います。まだ YouTube の更新までは手が回りませんが、本当に令和新選組の支持者の方々から温かいコメントが嬉しくて感謝しています。ありがとうございます。いつまで勝てるか分かりませんよ。どうですか、力貸してほしいんですよ。かまってほしそうな感じになるんだけど、私は戦っていらっしゃいませんよ。